皆さんこんにちは。今日はビブラートゆり色の効果的な弾き方を練習します。一つ目は人差し指と親指で弦を挟んで揺らす方法です。なるべく弦を挟む範囲が広いと効果的です。弦を左右に細かく動かすのがコツで、で上に上げる力が強いと琴地がこう外れてしまって琴に傷がつくことがあるので気をつけてください。もう一つのビブラートのかけ方は後押し、この形を使って、ビブラートをかけます。それでは6段の最初のところをビブラートを使って弾いてみます。参考になりましたか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。インスタやアメブロ、ツイッターでも情報発信しています。ハワイアンのクープアサクラのカバーにビブラートをたくさん使ってあります。よかったら参考にしてください。